皆さん、髪でお悩みじゃないですか。そしてですね、周りに髪で悩んでる方いませんか。いや、前回驚きました。ノクさんが、その髪サプライズをね、4回ぐらい使ったのかな。髪、ふさふさになってるわけですよ。ね、画面見てください。いや、これね、どのぐらいのスパンで行われてるかっていうと、私ね、軽くね、1ヶ月ぐらいかなと思ってたんですよ。違いますね。たった10日間でこれですよ。何なんですか、この今の時代は。いや、これね、ぜひね、髪のことでお悩みの方は、まずは最初は体験に行った方がいいと思いますね。ノクさんと同じように体験で、まあ1週間なり2週間なり試してみて、自分の頭をね、上から見てみて、もし髪が増えてるようでしたら、このサプライズね、髪サプライズの機械をなんとかレンタルするなり、いや、私はね、購入してね、この髪サロンをやってもいいかなと思ってるんですよ。特にね、50代とか過ぎたあたりで、男性女性ともにですよ、髪をふさふさにしたいっていう気持ちとか、あると思うんですよね。で、おしゃれにしたいとかね。ヘアサロンにも勧めたいですね。髪が増えて嫌がる人ってあまりないと思うんですよ。髪が薄くなって嫌がる人はいると思いますけどね。そういう意味で、髪サプライズの機会って300万ぐらいでしょ。私ね、出せないでもないなと思いますね、これね。前回、広島の参議院選に私出なかったんですけども、これ出ると300万かかるんですよ。300万一応用意してたんですけども、まあ、いろんな事情があってね、ちょっと出ることをやめてですね、その代わり、立憲民主党中心とした、なんですかね、集結広島というね、野党連合の谷口春子さんという方が当選したんですけどもね、まあそれは余談ですけども、300万で紙サプライズか。あとは場所ですね。どっか場所を設定して、係員を用意しておいてって感じになるんで、300万じゃ済まないんですけども、いやでもこれはね、すごいですね、紙サプライズね。私は試すところがないんですけども、いや、私のね、身内に試したいなって気がしますね。これはすごい、ノックさん、すごいの見つけましたね。すごいと思います。ぜひこれはですね、コンシェルジュの、販売サービスの中に組み入れてはいかがでしょうか。すごいと思いますよ、これ。いやー、すごいのがありましたね。